そカフェサロンへ。マサヤママとユミママのサロンチャンネル、あなたを応援したい。カフェサロンは滋賀県大津市にあります、日替わりでママさんが変わるちょっと変わった喫茶店です。ママさんもお客さんもチャレンジが大好き、そんな仲間の仕事やチャレンジしたい夢を紹介して応援するチャンネルです。詳しいとっておきのお話や視聴者皆さんだけの特典も番組の中で紹介しますので、どうぞ最後までお楽しみください。皆さんこんにちは。マサヨさん、はい、見てください、私たちぴったりなこのあしらい、素晴らしい、素敵、素敵でしょ、うん、このお花ね、実は造花もあれば生のお花もあるんだけど、どれか分かります？分かんないぐらいです ね本当に芸術品ばかり、本当にね、うん、今日はこのお花をアレンジしてくださいました素敵なゲストをご紹介いたします。はい、アトリエシャラ代表小島恵子さんです。楽しみです ね。はい、お待たせいたしました。第5回マサヨママユミママサロンチャンネル、あなたを応援したい。あなたを応援したい。本日のゲストはアトリエシャラ代表の小島恵子さんをお迎えしております。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。恵子さん、はい、先ほどもねオープニングでマサヨさんと言ってたんですけども、はい、この中に造花とそれから生のお花があるっていうふうに聞いたんですが、実際どれが正解なんですか、教えていただけますか。はい、正解はこちらになります。こちらの方ですか、皆さん見てください。はい、本当に私特にこれとこれ違いが分かりませんでした。ありがとうございます。すごいです ね。こういう風な造花や生花作られているということなんですけども、はい、アトリエシャラ、はい、SHARA と書くんですが、はい、そのお名前の由来教えていただけますか。はい、私の住んでるお庭に、お家のお庭に白い椿のようなお花が咲いてまして、それがあのシャラの木っていうこと。シャラの木、はい、でサラショーズのお花の色のシャラになるんですけれども、あのシャラなんですね、はい、とても大好き でそこからお名前を取りました。あ、そうですか。やっぱりお花が好きなお人のうちには花があるということでね、はい、そのアートフラワーとか、はい、お花をこうしようというふうなね、はい、思われたそういうきっかけ教えていただけますか。はい、私事になるんですけれども、ちょっと8年前にちょっと大病しまして、はい、でも本当にあの発見遅れたらあと2ヶ月でもうあなたはちょっとあの亡くなってたよみたいなぐらい、そんな大きな、はいはい、自分でも気づいてなかったんですけれども、うん、でちょっとやっぱり早急に手術をしたんですけれども、はい、やっぱり脳の手術だったので、やっぱりあの一番嫌だった顔面麻痺が残ってしまいまして。そうなんですか。はい、今もそうなんですけれども、全然わからないですよ。であの2年ぐらい家に引きこもってたんですけれども、やっぱりその前からあのお花は少し好きで、よくあの趣味程度習ってたんですけれども、うん、あの友人である先生が、もう家にいててもねあのしょうがないし、せっかく習ってるんだから資格でもお花資格を取ってあの教室を開いたらというお話をいただきまして、初め私そんなできないと思ったんですけれども、うん、やっぱりお花って癒しがあるので、うん、あのならできるのかなってちょっと思い切って、はい、開業してみました。それで開業に至ったんですね、はい、でも本当に病気でね、はい、ちょっとやっぱ一番女性として気になるお顔に少しね、はい、麻痺が残った、そういう時に人前に出るのでもすごく勇気がいったでしょうし、はい、それにプラス人に教えようと、そういうふうに思われたんですね、はい、そうなんです、はい、最初どうでしたか。もう本当にできるのかなと思ってたんですけれども、うん、やっぱりこの今のこのコロナ時期もありますけれども、お花にすごいパワーがあるので、やっぱり私もあの病気をその前に
になりながらお花を見て癒されるってことがすごく多かったので、とても私はこの仕事をできてよかったなと思ってます。そうですか。そんな中で一番記憶に残るお花の作品っていうのありますか？友人の娘さん の結婚式の時 の、あのブライダル風景をオーダーいただきまして、すごくあの気に入っていただきまして、あの写真を見た時にすごく感動しました。あ、一生の思い出ですもんね、そういうオーダーも受け付けていらっしゃるんですね、なるほど。オーダーといえば、最近このお花だけに限らず、サロンの方でも恵子さんのオリジナルの商品、そうなんです、取り扱いさせていただいております。それがこれです。皆さん分かりますか？このね、不織布のところにさらに上にカバーとして、このレースがあしらってるんですよね。そうなんです、これいいですよね。先ほど私もいただいたんですけど、ちょっとこう夏に向けてね、この透け感がまた素敵だなと思ったんですけど、これはどういうきっかけで作られたんですか？ありがとうございます。不織布をつけないといけないという時代になりまして、私はちょっとやっぱりお洋服とか好きなので、お洋服に合わせたマスクも作りたいという思いがあって、でこちらのサロンにレースのマスクをつけていたところ、来られてた方が私のも作ってほしいってオーダーをいただきまして、息子さんの結婚式の披露宴の参列の方にプレゼントしたいっていうお話をいただきまして、その話をいただいた時にこちらの雅代ママから の、ご依頼で置いてあげるか作ってみたらっていうお話をいただきまして、あれ作ってみたらいいね、作りなさいだったでしょそうかもしれないです、ですよ、でもこれなんか今大人気みたいですよ。なんか嬉しいです、まだね、3週間ぐらいしか置いてないのに。そうなんです、何枚ぐらい売れたの？もうなんか30枚以上はちょっと売れてまして、でも1つずつ手作りなので時間かかってて、そんなに作れないんですけれども、なんか、気に入っていただけて嬉しいです。こちらもね、頼まれて、そしてそれを一生懸命また作って、これが心のリハビリにもいいのかもしれないですね。そうですか、どうですか、今後はどのような方向に、展開していきたいなと思ってらっしゃいますか？まだ守山でアトリエシャラという名前も全然知らない方が多くて、認知度も低いので、少しでも多くの方に知っていただいて、癒しの場を広げられたらなと思っています。本当に恵子さんは本当にこうやって器用にね、すごい素敵なお花を作られて、皆さんから頼まれて、でも頼まれごとは試されごとで、答えていくうちに心もリハビリになっていく、そして今度はご自身が皆さんにやっぱり癒しを与えてあげたい、そんな風に思ってらっしゃるように伺いました。ありがとうございます。じゃあぜひこれからも頑張ってくださいね。ありがとうございます、本日の、サロンチャンネルあなたを応援したい、ゲストはアトリエシャラ代表の小島恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで教室のご案内をさせていただきます。アトリエシャラへのお問い合わせは090-8759-9655 090-8759-9655 まで、または LINE の公式アカウントも始めております。こちらの方にご登録をいただきますと、500円などの割引クーポンなどもありますので、どうぞご活用ください。この動画は滋賀県大津市にありますカフェサロンがお送りしました。JR 琵琶湖線瀬田駅近く、詳しくは Facebook や Instagram でチェックしてくださいね。お問い合わせはカフェサロン077-548-1122 まで。皆さんのお越しをお待ちしています。